決勝大回り、それと予選の小回りがタイガーコースです。雪は柔らかめでちょっと滑りづらい状況ですという感じですね。まあ、僕は今ショートターンやってますけど、まあ、こういう動かせる雪の方が滑りやすいかなという感じですね。水のチーム頑張って頑張ります、さあということで俺のショートターン 2,3 本いきたいなと思います。昨日はずっと終始雪が降ってたみたいで、まあ、それが残ってて、今タイガー滑ってるんですけど、ちょっとやっぱり雪が柔らかい状態、下地は先週までの感じであるんですけど、その上にこう雪が乗っかってるんで、ちょっと滑りにくい感じはあります。まあ、大会本番、しっかりこう各班デラ掛け、選手滑った後デラが入ったりすると、おそらく先週までの結構硬い雪質が出てくると思うんで、まあ、そこでいかにこうスキーを動かしていけるかっていうのが、まあ、ポイントになるかなと思います。まあ、次、同じタイガーコースでロングターンやるんで、結構地形がまだ出てて、まあ、ある程度しっかりスキーをコントロールしていかないと、まあ、転倒したりとかオーバースピードになっちゃったりするのかなと。まあ、来週1週間で雪が降らなければそのまま地形が出た状態になるんで、そこはちょっと注意して、まあ、やりたいなと。もう地味に大回り今季タイガー初めてなんで、まあ、ちょっと様子を最初見ながら滑っていきたいなと思います。あれ止まった、なんで。ちょっと天気があるんですけども、ジャイアント予選の、大回り、決勝のリズム変化やっていきたいと思います。リズム変化からいかないですよね。そうですね、大変なことが多いんで、上野秀隆が、はい、来てると思いますけど、今は知立町教育委員会、教育委員会、えげつないカービングで多分覚えてると思います。ここですよ、ジャイアントジャイアント、ここ自信持って僕はロングでやってきましたんでね。ここしか教えれないです、選手に今。あのショートの幅よりも大きくしちゃうとちょっと種目外っていうか規格外になっちゃうんですけど、あれで、うん、来れるのであればすごい。だからやっぱ膝下の使い方うまいな。ウエアかな、ウエアのデザインかな、パターンかも。これがいいのかも、テニスがいいんだな。テニスが出るウエアっていうことだ。テニスが出る、いやロング実は見てないんですよね。 うん、あっちもこっちも見て、ね、見れてないので。最近ねロングの方が点数出る。あ、そうなんですか。逆に、フィーリング的にもロングの方が良くて、レースの時はスラロームでしたよね。全道高校15番スタート15位でインターハイ削って、ピップで合宿してね。やったね、やりましたね。はい、見てたらやっぱりパワーないとやっぱ抑えれてないなっていうのが選手結構多いです、うん、まあ、テクニックだけじゃなくてやっぱパワー、そのバランスが必要だなと思います。下で見てて改めて感じます、ね、滑ってた当時はそんなに感じなかったのが、あ、こいつパワーテクニックじゃなくてパワーをまずつけろよっていう選手結構いますね。さばきはうまいんだけど、うん、
一定の速度なんで、ね、同じ速度で来ると面白くない、はいはい、結局耐えることもできないし板もバタついちゃうしバランスも悪くて、やっぱ技術戦恐るべしだなっていうなめんなよっていう感じを、ね、下で見ててわかります。あ、うん、いやいい話聞いた。ありがとうございます。バッチリ使える日当たりの。ありがとうございます。してさ、うん、ま、はい、これで入ってるかな。入ってれば、OK。忙しいところ。忙しいところ、すいません。お願いします。そう。準備の？あ、あだす。ちょっと行った。まだミニスキーなんで、表は出せないんです。Instead.